性について、また女性局の今後の活動について取りまとめをさせていただく大事な会議がやってまいりました。昨年は女性キャラバン隊や子どもハッピープロジェクトなど地域の声を本当に広報部によくお寄せいただきまして、心から感謝申し上げたいと思います。まもなく開会となりますので、ご着席ください。この党大会は今年の参議院選挙、この勝利に向けまして自民党が団結して道を切り開いていく、それを示す党大会にしなければならない、このように思っております。今日の豊かで平和な日本の礎を築いてまいりました党の先人たちの立党の理念を受け継ぎまして、新たな理想の旗を掲げる決意と、私ども自由民主党が目指す国家像をストレートに表しました。朝を僕は今でも